号室。某ホテルで清掃のバイトをしている浅野さんっていう女性の方なんですけどねその彼女がまあ働いていたホテルなんでかわかんないんですけどいつも303号室だけ電気がつけっぱなしになってるらしいんですなんだろうなって思ってねいつも自分が清掃するために部屋に入る時って電気消えてるんですよ にもかかわらず号室だけけは必ずと言っっていいぐらいぐ電気がつけっぱなしなんですまあでもどっちにしろね自分はこれから清掃するわけですから電気をつけてまあ清掃するわけですからまあ出る時に必ずね消し忘れないように消すようにしてたんですよなんですけどまあそれ以外の時でもパッて見るとね電気がついてることが多いんです何だろうなーっていうふうに不思議に思ったんですけどもある時ね 1>, まあ、1回その303号室入って清掃を終えて、まあ、別のところに1回行ったんですけどもちょっと点検があってね1回303号室もう1回行くってなったんですよでまあ部屋に行くと当然さっき自分が電気消したわけですから電気消えてるわけですよねでその状態で中入ってただまあそんなに時間のかかる作業でもなかったから特にね部屋の電気つけないでそのままパッて中に入ったんです まあ十分あのホテルの、ね、外の明かりがファッて入ってくるから、まあ、十分見えるんですけどでそこで作業してたんですよしたらなんだかわかんないですけどねぞーって寒いんですよ背筋がお寒いなっていうふうに思ったんですでちょっと壁の方を向いて作業したんで後ろからなんか視線を感じるんですよなんか見られてるような視線っていうのをすごい感じてあれ気持ち悪いなーなんて思ったんですね で、思わずファって振り返ったんですよ、怖くなって。なんですけど、特に誰もいないんです、そこには。えぇ、なんか気味悪いなぁ、って思いながら。早く終わらせちゃおうって言ってね。まあ、その、点検作業、パってやってたんですよ。で、さささって終わらせて、あなんか気持ち悪いな、本当に、なんて言ってね、303号室、パって出てね。で、303号室出て、出てすぐのところに、エレベーターがあるんですよ。しかも、従業員専用のエレベーター。で、いつもそれを使って移動するんですけど、 それに乗ってね次2階に行こうってなったんですね201号室でちょっと、あのー、清掃の作業があったんでで乗ってガガ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 チンって言ってね降りてで廊下ペタ,ペタ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 歩いてってで201号室に入ったんですああもうなんか嫌な気持ちになっちゃったからもう早く終わらそうなんて言ってねさっきの303号室のなんか嫌な視線みたいなものを思い出してねブルってしてねああもう早く終わらそうなんて言ってね さて清掃するかって言って部屋の中に入って見ましたときにねあれって思ったんです。201号室ってこんな間取りだったっけなってなったんですね。あれこんな部屋の形してたっけなあれこれじゃまるで303号室のようじゃないかなって思ったんですえ。 って思いなながらねなんかちょっと嫌な気持ちになってね一回部屋を出てね部屋の番号を確認したんですパッて見上げたら「303」って書いてあるんですええって言ってね思わず声を上げちゃったんですねえ私だってさっき3階から2階にエレベーターで降りてきてで201号室に向かって今入ったよねえなんでここ3階303号室なの えどういうことでそこでうわーってパニックになってね慌てて部屋は出てきちゃってね今度またすぐそこにある従業員のエレベーターにパッて乗ってねもうパニックだったのでちょっとあんま覚えてないんですけど違う階に行ったんですよまたチーンって行って降りてはあはあ、って行って行ってまた全然違う部屋にパッて入ったんですパッて入って部屋の中をパッて見るとね さっきと同じ間取りなんですよああああって言ってベッドのねすぐ横にあるナイトテーブルのところにね案内の表が入ってるんですよねそこパッて,って出してきてパッて見たんですこちら303号室ですって書いてあるんですよえー、なんでなんでさっきから303号室出てるじゃんなんでって何回行っても何回行っても303号室になるんですよでそこからまたエレベーターに乗ってチンって また別の会行って、別の部屋入って、でもうね、頭が真っ白になっちゃってたんで、例えばね、フロントまで行くとか、ね、非常階段使って出てくとか、そういういくらでも多分あったと思うんですけど、彼女もうパニックになっちゃって、うわーって言って言って、声を上げながら、もうあちこちの部屋回ったんですけど、どこ行っても全部303号室なんです。でもう泣きじゃくりながら、うわーもうなんでなんでなんでうわーって言ってやってるうちに気がついたら、もう真っ青な顔して彼女。 ホテルの外にいたんですまあいつの間にか、まあ、ロビーが出てきたんですね。そんなことがあって、まあ、彼女はもうその日を境にもそこのホテルの清掃のバイトを辞めることにしたらしいです。で辞めるときにね当然ながらまあ、雇い主の方からねなんで辞めるのかなっていうふうに聞かれるわけじゃないですか。で、まあ、彼女も何て言ったらいいか分かんなかったんでちょっと口ごもったんですよ。えー、っとって言いながら。 するとね、その雇い主の人がね、あの部屋でしょって言ってくるんです。真顔で言ってくるもんだから、えってなっちゃってね、固まってると、あそこ、電気つけとかなきゃだめなんだよ。そう言われたそうです。まあ、幸運なことにね。 特に引き止められることもなくすんなり辞めることできたんで、まあ、そのホテルにはもう近づいていないそうです。